バンド翔太チームのキャプテン、昨日は17得点です。さあインサイド、ジョーダンフェイゾン、フックシュート、福島も取り返します。こちらがジョーダンフェイゾン、福島としてはこの辺りで点差を詰めていきたい。エリック・マーフィーのロングスリー、ああ決まりました。バンド翔太回り込んで、エリック・マーフィー外にさばいて、村上のこのスリー、福山キッチ、福山この位置からのツーポイント決め切りました。そしてバスケットカウントをもらいます。これはモダンフェイゾンが強さを見せる。フェイゾン打ち切るか、オーストクルコースト決めました。これで32点福島です。こちらラストプレーのシーンです。10番のジョーダン・フェイトンのコースト2コースト、相手を代わって決め切りました。新加入のこのジョーダン・フェイトン、村上からジョーダン・フェイトン、エリック・マーフィー、トモリのウィングスリー、ああ決まりました。これで72点。この位置久岡のシュート、リバウンド、ああこれは酒井がエナジー見せました。ああただこのパスをインターセプト、スチールしたのは11番の玉内。若きルーキーがここも思い切りの差を見せました。守備からの速攻、セントコートから山内翼、ああ今度は先輩後輩の関係性、11番の山内翼と半沢が得点を奪ったら負けずと、今度はこの先輩の山内も